この列車は19時44分発、常磐線快速高萩行きです。上野出ますと、日暮里、三河島、南千住、北千住、松戸、柏、我孫子、天王台、取手の順に停車いたします。停車は15両編成です。そのうち前寄り5両、11号車から15号車は途中の土浦止まりです。土浦より先、西岡、友部、水戸、勝田、日田市、高萩方面ご利用のお客様は、後ろ10両、1号車から10号車をご利用ください。4号車と5号車はグリーン車です。グリーン車をご利用の際には乗車券の他にグリーン券が必要です。グリーン券を車内でお買い求めの場合、一時での出売金額とは異なります。あらかじめご了承ください。週末の列車は44分発高萩行きです。先の発車は9番線、37番線です。なお、この列車は19時44分発の高萩行きです。向かい側9番線から高電車よりも先に19時33分発土浦行きが発車をいたします。土浦までの各駅お急ぎのお客様、向かい側9番線の電車をご利用ください。発車までしばらくお待ちください。発車は19時44分です。本日も JR 東日本をご利用くださいまして、